こんにちは、ベルの竹内です。今回はスーツのベストの間違いない選び方についてお話ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。こうお盆を過ぎてこうピークの暑さが超えました。こう秋冬物どういうものがいいかなというふうにこう考えられている方もいらっしゃると思います。こう数年前からこうクラシック回帰によってこのベストが見直されてきていますけれども、こうベスト着てみたいんだけれどどういうものを着ればいいのかわからないというふうにお困りの方にですね、私はぜひこの動画をご覧いただきたいと思っております。この動画最後までご覧いただけたら、なるほどスーツスタイルのベストはこういうふうに選べばいいのかというふうに分かるような内容になっております。ぜひ興味のある方は最後までご覧いただけたら幸いです。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。まずですね、こう3ピースこうベストを考えるにあたって、こう一番最初にですね、こう大きな選択が迫ってくると思います。ベストはシングルなのかダブルなのかということです。そこで今回分かりやすくここにサンプルを出してみたいと思います。はい、こちらの2択です。まあ、こちらのベストがご覧の通りこうシングルの仕立てのベストです。そしてこちらがダブルのベストです。まずはシングルのベストの話からしていきたいと思います。まあ、こちらこう3つベスト用意したんですけれども、これはですね、こう全て仕様が違います。まあ、これを聞いた時点でですね、もう自分には分からんというふうに思った方、ご安心ください。もう分かりやすく説明していきたいと思います。まずシングルのベストのボタンは何個がいいのかということなんですけれども、まあこれはですね、もう5個か6個、もうこのどちらかに限ります。まあこのボタンがですね、こう4つですとか、まあたまにあるんですけれども、まあそういったものはですね、こうどちらかというと高級な仕立てであったりとか、もうトラディショナルな服というものではなく、まああんまりこう高くないこう安価なこうスーツスタイルでよくある服になりますので、そういったものは選ばずですね、こう真っ当なベストスタイルで着たいということでしたら、この5個か6個、このどちらかを選ぶのが間違いないです。では次にですね、この2つはこう6つボタン、こう6個ボタンがあるんですけれども、まあこの2つでも少しだけ仕様が違います。まあこれの呼び方で言いますと、まあこちらは6つボタンの6つボタン掛け、こちらは6つボタンの5つボタン掛けというふうに、こう我々の業界では呼んでいますけれども、まあこちらの端にあるベストがですね、ここのカットが入っているところにボタンとボタンホールがついています。そして、まあ、こちらの6つボタンのベストは、まあ、ここのカットが入っているところではなく、皆さん同じ並びのところに一番下のボタンが入っています。まあ、これは以前の3ピースの着こなしの動画でもお話ししたんですけれども、こうベストもですね、こうスーツと同様、この一番下のボタンは開けてくださいというふうにお話ししています。ごくたまにいらっしゃるんですけれども、こちらの6つボタンの5つ掛けのベストのスタイルのですね、ここの下のボタンを止めていらっしゃる方もたまにいらっしゃいます。本来止まるはずではないボタンが止まることになりますので、こう変なシワが入ってしまいまして、こうとても美しくないので、まあこちらですね、もう絶対に止めないでいただきたい。まあこちらのものはですね、こう止めてしまってもシルエット全体が崩れるわけではないので、こちらのボタンは間違えて止めていてもそこまでこう大事故にはならないんですけれども、まあこちらのボタンは、まあこれは飾りなんだなと思って、こう絶対に止めないようにしていただきたいです。ではなぜこの6つボタンの6つボタン掛けと6つボタンの5つボタン掛けというスタイルがこう2つあるのかということなんですけれども、まあこれはですね、こう本当に分かりやすくこうざっくりと説明いたしますと、まあこちらの6つボタンの6つボタン掛けの方はですね、こう英国的な仕様になります。そしてこちらの6つボタンの5つボタン掛けの方はですね、こうアメリカ、こう米国的な仕様になります。まあこちらのものをですね、こう飾りとして楽しむというのがですね、まあ少しちょっとこう、まあアメリカ的なこうちょっとチャーミングな発想だなというふうに思いますので、まあそういったこう国の考え方の違いがあるんだなというふうに思っていただけると、こうベストの着こなしがですね、こうより楽しんでいただけると思います。続いてこちらは5つボタンなんですけれども、まあこのベストはですね、5つボタンの5つボタン掛けのスタイルです。なので、まあこちらも同じく一番下のボタンは開けるようになります。まあそうすることによって、こう前に出るボタンはこう4つというふうになります。まあこちらはよりこうクラシックな雰囲気なものに対してですね、まあクラシックと現代のまあちょうどいいバランスを取り入れている
デザインだと私は思います。私が今日着ているスーツのベストも5つボタンの5つ掛けです。まあ5つボタンのベストにすることによってここのベストの V の位置が少し下がりますので、まあここのネクタイの見えるゾーンが少し広くなります。まあそうすることによって、まあこちらのクラシックな雰囲気よりはこう少し華やかでスポーティーな印象になりますので、まあこれはですね本当にお好みで結構です。もっとクラシックに傾倒していきたいという場合でしたら、こう6つボタンのこちらの仕様を選んでいただきたいですし、まあまずはベスト初めてだから間違いのないものを選びたいということでしたら、まあこちらの万人どなたが着ても間違いのない5つボタン、まあこちらを選んでいただければ私は間違いないと思っています。あとはスーツを着た時にこうベストがどのぐらい見えるのが理想的なのかということなんですけれども、まあこれはですね、まあ、10センチ前後が望ましいと言われています。私が今着ているこのスーツはですね、こうジャケットのこう第一ボタンの位置をこう少しこう下げました。まあそうすることによってですね、ここのベストの見える長さがですね、もう10センチ以上見えてしまっていることになりますので、まあ本来の美しい黄金率のバランスからは少し離れてしまっています。まあそういうところから、まあこのジャケットの V の位置を少し下げたときに、こう6つボタンの6つボタン掛けではですね、こういくらなんでもちょっとベストの見える面積が広くなりすぎてしまう。まあじゃあ今回はちょっと5つボタンにしてみようかなというふうに、こうスーツとのバランスを見て、もうぜひですね、こう選んでいただければと思います。続いては今ここの3つとも全てについているベストの襟についてです。この襟がついているベストというのをこう見慣れている方というのは、こう私は決して多くないんではないかなというふうに思います。私が今日着ているスーツのベストは襟がないスタイルです。まさにこの襟がないベストというのがこう一番ベーシックなスタイルです。私は今日着ているこのスーツはですね、こうシアサッカーの生地で作っているので、まあもう生地自体がすでにもう表情があって面白いので、ベストに襟つけたりとか華やかな雰囲気にはせずに、こう素材の雰囲気を楽しむようにしたいなと思って、このスーツは襟のないベストにしました。まあこれはもう極論好みになるんですけれども、ベストに襟がついている方がよりクラシックな雰囲気になります。襟がない方がよりモダンな雰囲気になります。まあそういうふうにこう考えていただいてですね、こうよりこうクラシックスタイルでスーツを楽しみたいという方は、こう襟がついているベストをぜひ取り入れていただきたいです。やはり今の時代ですね、こうベストを着ているってだけでこう物珍しい時代になりましたので、まあそういうところにかつこうプラスアルファでこう襟がつくとですね、こう初めて見る方からすると、え、誰々さんのベストなんで襟がついてるんですかというふうにきっと聞かれるんではないかなと思います。まあそういうふうに聞かれた時にですね、あ、これはね、こうベストに襟がついてる方がよりこうクラシックなスタイルでね、もうこのスーツはもうクラシックスーツで仕立ててるから、もう襟のついてるベストにしたんだよって、まあそういうふうに言えることによって、こう周りの人もですね、あ、なるほど、そうなんですね、そういう世界があるんですねというふうに思っていただけます。ですけれども、それを言えずにですね、お、なんかちょっとおすすめされたからつけたんですけどというふうに言われるとですね、え、ベスト売りついてるって変ですよ、絶対おかしいですよそれ、と言われてですね、なんか変なもの作らされちゃったのかなというふうにこう思ってしまうかもしれないので、まあそこはですね、まあ、こういうものを選んだ場合はですね、もうご自身のもうスタイルを持って、まあ、こういうものを着ているんだというのをですね、もう相手に納得してもらえるように話せる、まあそういう明快さが必要になりますので、まあクラシックスタイルというのはですね、こうおいそれと手を出さずに、こうある程度知識を持った上でやるということがすごく大切になってきます。あとこれは余談なんですけれども、有料級の余談です。まあこのベストが襟がついているついてないということに関して、この日本の洋服の着こなしに多大なる影響を与えてくれたご方がいるんですけれども、まあこれはですね、もう本当に公の場で話された内容ではありませんので、あえて名前は伏せてお話ししていきたいと思います。まあですけれども、あえてヒントを申し上げますと、まあ日本で初めてジーンズを履いた男と言われています。まあこれで分かった方、ああ、あの人かと思ってぜひ聞いてください。まあその方とこう近しい方が集まってこう座談会をするという企画にですね、私はこう参加しました。その時にもうその方のこうお嬢様が実際にこう参加されていまして、まあいろんな参加者からの質問でですね、まあ、このベストについてのお話も出てきました。そのお嬢様が言っていたのは、こう彼はこう年を取ってからでしかこう着ることができない、持つものができないものがあるというのをいつも話していたということです。そして彼は60歳になったタイミングでこうサビルローに行き、この襟付きのベストのスーツを仕立てたと言っていました。私はそれを聞いた時に、こう男性の服にはですね、やはりこう年を取ってからでしかこう着ることができないものというものがあるんだなというふうに思いました。
なのでこう着たいものはあるんだけれども、もうスキップをせずにですね、こう今自分が20代なら20代らしいこうクラシックスタイルを楽しむ、30代は30代らしいスタイルを楽しむ、40、50という風になってですね、こう60歳になった、そういうタイミングで、まあ、60歳になったし、まあ、こういうスタイルのものを選んでもいいんじゃないかなという風にこう自分にですね、こう許しを与える、まあ、それをかっこよく着こなせる大人になるために今の自分がいるんだなというのをこうぜひこう噛み締めていただきたいです。はい、そして続いてはダブルのベストについてお話ししていきたいです。ダブルのベスト、憧れがあって、もう着てみたいな、せっかくオーダーするんだったら、ダブルのベストにしたいなというふうに思っている方いらっしゃると思います。私はですね、ダブルのベスト、あんまり強くおすすめできません。まあ、これはなぜかと言いますと、シンプルにですね、かっこよすぎるからです。まあ、先ほどもお話ししましたように、ベストが着ているスタイルがすでに珍しくなった、今の世の中でですね、まあ、このダブルのベスト、というのは私はやはりトゥーマッチなんではないかなというふうに思います。まあ、これは例えばファッション業界の方だったりとか、もうテーラー、もうスーツを仕事としているような方、まあ、そういった方であればこういうものを選んでもいいと思います。まあ、やはりですね、そういった方は着こなしのプロでいらっしゃいますので、まあ、こういったものでもかっこよく着こなすことができますけれども、まあ、それを見てですね、ちょっと私も挑戦してみたいです、まあ、そう思って挑戦するのはぜひですね、思いとどまっていただきたいです。私がダブルのベストを推奨する方としてはですね、まあ、その人のですね、雰囲気がすごくある方、まあ、そういった方がダブルのベストどう思いますかねというふうに聞かれたら、まあ、いいと思いますよというふうにお話しますけれども、初めてベストならスーツスタイルに挑戦して、ダブルのベスト、せっかくスーツ3ピースで着るんだったからダブルのベスト着てみたいというふうに思う方はですね、まずシングルのベストから着ていただきたいですというふうに私はお話します。やはりダブルのベストは着こなしのレベルがぐっと上がりますので、合わせ方だったりとか、もう他の小物の使い方もとても難しくなります。まずはシングルのベストを数着揃えて、まあ、こういったダブルのベストは華やかな雰囲気、例えばパーティーに呼ばれるですとか、まあ、そういった時に着ていく、そのために1着持っておくっていうんでしたら、私は、まあ、そういうものでしたらいいですよというふうにお話します。あとシングルのベストで襟付きが襟付きではないかというふうにお話しましたけれども、ダブルのベストに関してはですね、私は襟付きのベストをおすすめします。なぜかと言いますと、ここの襟がなくて、これが1枚の襟なしのダブルのベストの場合ですね、ここのひらひらがなんだかちょっとですね、ブカブカっと見えてしまって、少しみっともなく見えてしまいますので、ダブルのベストの場合は襟がついているのがセットというふうに考えていただきたいです。あとはダブルのベストとシングルのベストの違い、もう一つありますけれども、シングルのベストはですね、裾がこのように三角になっているのに対して、ダブルのベストはこのように水平に切れています。ダブルのベストでもこのように三角になっているものもあるんですけれども、私はダブルのベストの場合は、まあ、この水平に切られているものを選んでいただきたいと思っています。つまり極論をお話しますと、シングルのベストの場合は6つボタン、5つボタン、襟がついているついてない、いろいろ仕様を選べるものがありましたけれども、ダブルのベストに関してはもうこの形でもうほぼ完成されていると思っていただきたいです。このダブルのベストのボタンが6つボタンなんですけれども、まあ、これが4つボタンであったりとか、まあ、そういった仕様もあるんですけれども、私はこのダブルの場合は6つボタンが間違いのない仕様だと思っています。ぜひこれからの季節に向けてスーツスタイル、ベストを取り入れるというのをですね、私はぜひ皆様に検討していただきたいと思います。以上です。動画が面白かった、ためになったという方ですね、グッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あと私のホームページの中でザ・ブックというコラムを書いておりまして、そのコラムの中で私の洋服に対する考え方だったりとか、歴史から基づいた洋服のあり方など詳しく書いておりますので、洋服のことをもっと詳しく知りたい、間違いない知識が欲しいという方はですね、概要欄に貼っておきますのでご覧いただけたら幸いです。あと私の日々のコーディネートもインスタグラムにアップしておりますので、そちらもご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。